はい、おときです。今日はですね、未来の YouTuber の小学生や中学生の子たちのためにちょっとした紹介をしていきたいと思うんですけど、まずゲーム画面を映すのどうやってやってるのかっていうと、これでこのキャプチャーボード、アバメディアって言うんですけど、このキャプチャーボードで動画を撮ってます。パソコンと経由したら作れるようになってるんですけども、多分最初よくわからないし、パソコンも持ってない子が多いと思うので、今日はとあるものを買ってきました。よくね、でもやっぱ YouTube をやりたいっていう小学生とか結構多いと思うし、最初撮るのはやっぱスマホだと思うんですよ。だからこういうなんか簡易的に撮れるのがあってもいいんじゃないかなって確かに自分も思っていたので、携帯って結構画質いいから、なんか意外とね、固定してこうやってちゃんと固定できてれば撮れるんですよ。これでちょっとやっていきたいと思います。はい、脚立出してみました。ちょっと近いかな、この位置だとちょっと近いので、もうちょっと離そうかなと思うんですけど、こんな感じ。意外と遠足とかで父親母親が使ってそうなそんな感じの脚立ですね。やばい、始まる。やばい。やばい、始まる。マジで始まる。やばい、やばい。セッティング、これ微妙かな？やばい、始まる。やばい。やばい、始まる。マジで始まる。やばい、やばい。セッティング、これ微妙かな？はい、待ちました。OK、布団のあまりバトルです。よろしくお願いします。直撮りのセッティングをしまして、スプラッシューター使って戦っていきたいと思うんですけど、ちょっとね、問題がありまして、三脚の場所ミスって、なんか、近すぎて、うまいこと取れないから、自分が地べたに座ってやってます。今、椅子に座ってないです。なので、ちょっと、戦いづらさはあるんですけど、そこいる。あ、戦った、もうただ、ちょっと試しにね、さっきもやってみたんですけど、ローラー使ってやってたの。全然当たらなくて、なんかね、下向いちゃうの、こうやってやってると。なんか無理やりブロックを上げてやってるんですけど、きちーと思ってやってます。直釣り実況は技術に支障が出ます。難しい、マジで難しい。あと苦手な正座をしてて足しびれちゃう。当たんね、当たんね。うわ、弾が当たんなきゃやばいよな。くっそ、いつもなら倒せると思うんだけど。オッケーオッケー、ありがとう味方、ありがとう。いつもなら弾当たるのに、いつもなら弾も当たらないから、一回ジェットパック入れていこう。あー、ジェットパック当たったのにな、珍しく。ふいふい、直撃当たってもダメだ。うおー、そこに詰めてたのね。マジか。あとちょっとぐらいしたら、あと2、3戦ぐらいしたら多分足しびれたら死ぬ。プルプルしちゃう。左必須に来たなぁ。いけるか？あー、助けて。助けて。必須に来てる？必須に消えた。あー、もう下に当たんね。あ、もうダメだ。くっそー。これでやるしかないんだ、直撮りは。やっぱ YouTube はさ、画質よく撮りたいってのもあるけどさ、うまいプレイも出したいですよね。やっぱかっこいいプレイをしていきたいよね。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。ポケボム入れといた。ポケいる。やれそう、やれそう。こっちか。いやー、やれなかった。この登って、下向けない、マジで下向けない。当たる。危ね、なんかジグ抜かれてる。俺来て倒した。ジグ抜かれてるけど敵陣地味方抜けてるから、これワンチャン。ピンチついてる、相手ピンチついてる。大丈夫、死ななければいける、死ななければいける。一回塗ろう、ちゃんと塗って、後ろ塗って。やべ、相手ピン、いやー、これどうしよう、どうしよう。これなんか自分めっちゃ塗られてたんだよね。で、味方が、後ろからこっちも来ちゃったの、みんな。後ろ塗られて。だから、なんか微妙だ。
ちょっとピンチセージだけできるか。あぶねえ、もうちょっとやばいと思った、本当にやばいと思った。ちょっとピンチセージだけできるか。あぶねえ、もうちょっとやばいと思った、本当にやばいと思った。ありがとうございました。いや本当は後ろ乗りたかったら戻れなかったね。よかったかって。はい、間違えしました。ちょっと画面斜めちゃった。画面が奥行きがある画面になってます。申し訳ない。見にくかったらあの携帯を傾けて見てみてください。よろしくお願いします。あ、ムツゴロウじゃん。もう戦いに行こう。なんか、あ、左行ってる。た、弾当たらない。一線気をつけないとな。そこか、そこか。下から来てる。おっと、危ない。ちょっと雨も来ちゃって、うわぁ。一回戻るか。この場所良くないので一回戻ります。せっかくジェッパ溜まりそうだからね、ジェッパ使わない手はないかな。左からジェッパで、え、下消えたわ。あー、消えたわ。敵が見えなかっただけか。だめだ、せっかくのジェッパも無意味。いや、ふわふわしてるゲームが。あ、降りてこないパティーンだこれ。多分ずっと降りてこない感じですね。じゃあ下取り行っちゃおうかな。ほら、もう降りてこないや、あの子。行っちゃおう下。無視、北は無視。あ、当たんないか。来ない？あ、もう来てないし。ナイス。これ味方と一緒に行こう。あー、ボムの位置ミスった。当たれ！ナイス！ヒセ降りてきた？ヒセじゃないし。ヒセじゃないし、降りてきたの。まだずっと上いるな。あはは、当たんねえ！マジか！環境が変わるだけでこんなに違うの？ただただ今日悔しい。まだ降りてないの？ずっといるじゃん。ボムし投げてないじゃん。あ、下が大変だ。ちょっとやっぱ下行こう。助け行ってくれ。オッケー、当たった。オッケー、倒した。ラッキー。まあまあまあ、敵降りてこないなら下やる、塗るだけよ。ここ塗っちゃえばいいんや。お？ナイス。あ、もう意味なかった俺。もうなんかボム、絶対入れとった。で、下いっぱい塗っといて、味方死ぬなよ。で、上をその後ちょこちょこ塗りに行こう。で、ない。オッケー、勝った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 。ラッキー。降りてこなくてよかった。いやー、でも難しいね。環境変わるだけで難しいなー。イエーイ、勝ちました。ありがとうございました。こういうのに自分がこう映るのがいいね。ナイス勝利、ありがとうございました。味方ナイス。